ってことですか。ニュージーランドだけ。一番最近がスペイン。スペイン、うん、姉貴がスペインに行って仕事してたんですよ。へえ。それについてスペインのどこと、バルセロナ、マドリッドとか。マドリッド、マドリッドか。いいな、マドリッド行ったけど。いいね、マドリッドは。もしも見合っちゃったね。あそこは王宮のある街で、なんか面白かった。マドリッドはやっぱ京都みたいな感じだよね。あの、ちょっと昔で。バルセロナは、俺はバルセロナの方が好きですけどね。バルセロナ、バルセロナはラテンのというか陽気な感じ。バルセロナの飯は本気でうまかったな。お前多分俺トップだな。メキシコなんかで全然うまかった。なんていうか普通のバーみたいなとこ入ってさ、こんな普通のバーでこんなうまさかと思った。でなんか当然あのパエリア食うじゃん、うん、まーと思って。日本のパエリアとレベルが、もう日本でいうパエリアはおもちゃみたいなもんだなと思った。イカスミのパエリアも食ってうまかったな。パエリアとそこら辺はなんか、あ、あんまり美味しかった。あ、本当？入ったからあれかな。うん、あ、俺パエリアはいいレストラン行った。なんかだ周りみんな背広着てるとこばってさ、やっぱりね、スペインでもうるさくて、でジャパニーズボーイじゃ2人で行って、あの宿で知り合った男の、やっぱりもう露骨な顔で、あのボーイがさ、早く出てけみたいな感じ。あんなに態度変えんだと思って。やっぱちょっとジャパニーズっていうかアジアには厳しいね。やっぱなんだかんだニューヨークとかロンドンとかさ、パリとか東京はいいよ。外人に優しいもん。スペインはやっぱ田舎だなと思った。アジア人にやっぱちょっと聞くって、いないからね、アジア人。年末のさ、12月30日から1月3日とか2日まで行ってました。年末で行ったの。年末で行った。ハッピーニューイヤーもそこでやって。あ、スペインだよ。まあすごかったね。ドレスアップした紳士宿女の手にたれ。でも混んでたっしょ、帰る飛行機とか。すごかったよ。あのね、というかあの、ね、年始か、年始、ね、年末年始のその本当に除夜の鐘の時間帯にマドリッド行ったんだけどね、すごかった。あそこ毎回その時間帯にお祭りやるからさ、やばかったよ。カトリックやからね。やばかった。あっちの海外のハッピーニューイヤーは気を狂ってるよね。気が狂ってる。あの、なんていうの、日本の静けさとともにじゃないじゃん。そう、違う。行く年来る年みたいな感じないもんね。ちょっとあの三方の方でさ、あの男物の服を見てみようかな。さっきのイベント、あの二村さんたちがやってるイベントのオフ会が9月の1日にあるのよ。それが渋谷で、ね、そのオフ会があるから、そこで着てくものをちょっと見てこみよう。めっちゃ虜になってんじゃん。そうなかなかちょっと面白いし。まあまあ、それ何、合コン形式になってるの。ね、匿名の、匿名性がなんか、ね、多分マスク着用になるんじゃないかって話。あ、マスクを着てくる、もう仮面舞踏会みたいな、そうそう、いい感じになるんじゃねえかって話が出てる、ただまあ基本的にはオフ会ってても、まあ、おしゃべりを楽しむぐらいのものだとは思う。どっちが多いの、男が多いの、女性が多い。あ、女の人が多い。女性が多い。
その誰もいないような恋愛とか、まあ、性的思考とかの話をちょっとまあできるサロンみたいなのを運営してる。でもそうか、女の人の方ができない子はできないのかもね。いや違う、できないっていうのもそっちは女性の方が積極的らしい。あ、積極的なんだ。そういうこと。そうだろうね。だから男は今逆に奥手になっちゃったからね、みんなね。確かに。いや本当に逆転現象が起こっててさ、昔は多分逆だったじゃん。要は男の方がガンガン言ってさ、で女の子はなんかこう、まあ本当はエッチなんだけど言わないでっていうのが逆転現象起こったって、完全に今女の人の方が下ネタバンバン言ってた飲み屋でも、もう行く飲み屋飲み屋でそうだから、男の方がむしろ隠すよね、あんま下ネタは言わないみたいな性的逆転が起こっちゃう。まあ割とそれで、でも会社で言ったらセクハラとかって叩かれてさ、でなんかこうなると今度はゆとり世代とか叩かれて、どっちなんだよと思うよね。合コン、じゃあ合コン企画しますか。合コン、その前の食事会はでも結構そういう感じだった。実は裏テーマはね、まあてか綺麗な子集まってたもん。モデルの子が一人いたからさ、やっぱ綺麗な子集まってたよ。それがいいねって話だよね。だからやっぱそれ来やすいじゃん。それだったらそのなんていうか、お金を取るために お金が発生するのかって思うと、我々分かりやすくするでは。そうなの。要は食事会ってそこがいいわけ。要は対話とかってさ、何にお金を払ってるのかよく見えにくいじゃん。やっぱ企画に払ってるのか。食事会合コン的なノリだってもう分かりやすく、例えば3000円払っても安い人は安いからさ、あ、こんな人と出会えたとかなればさ、やっぱりそれが一番いいよ。キューピッドになれるし、この運営者側としてもなんかこういいじゃん、どっからくっついてくれるさ。やっぱそれがいいっすか、そうすると準備がもっと楽っていうか、食事を考えるだけでいいから準備の楽さもで、準備楽だよ。あ、いいね、ヒュッて食事会。まあそれはもともとやってたから、ちょっと復活しましょう。まあ一応土曜の夜とかにやったけどね、金曜の夜とか。もう8月ってか、明後日で終わりか。今何時？12時過ぎ。ちょうど1時間ぐらいかな。1時間ぐらいかな。じゃあ、振り返りとしてはどうするの？大体ですか？いいんじゃない？まあまあポジティブな感じで振り返って、ああ今回のそうだ、ね、振り返ってあのメールで書いたことに加えて、まあやっぱ型を作り上げることの大変さと、まあ、それの一回分かったってことはね、でまあテンプレートを借りる良さっていうのもやっぱあるなと。そうだね、テンプレートを借りる良さ、やっぱ次ちょっとテンプレート借りたいよ。まあ場所なりそのやり方の企画でも、その食事会もさ、食事会が何回かやったからなんとなくもう流れが分かるけど、まあそのこれはいいセミナーだなとか、これは面白かったな、面白いそのまあトークセッションだったなっていう、そういうのを作り上げた人のやつ、やっぱり最近は何回かやっていかないとっていうのはあるし、これが成功したイベントなんだみたいなのをなかなか分かってないと。なかなか難しい。そう、成功するイベントってやっぱみんな一緒だから、なんかこうやっぱ型をやってるもん。そういうのをこう事前に分かってないと自分たちの結局そのやっぱそうなんで、独創的って多分悪い。